はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回はメンズ縮毛矯正の闇について話したいと思います。まあ、縮毛矯正はね、以前にもこちらのシリーズでお話ししてると思うんですけれども、メンズの縮毛矯正って本当にね、短ければ短いほど縮毛矯正って結構難しいんですね。なぜじゃあ難しいのかっていうと、距離感があまり出ないので、ここで綺麗にこうふんわりこう作るっていうのが非常に難しい。そして特にメンズの方っていうのは髪の毛が硬いという感じですね。今回ちょっと動画をお見せしますが、お客さんがですね、かなり癖が強いので、これ自宅でアイロン自分でスタイリングで入れてきてる状態ですね。アイロンでスタイリング入れてる状態でもこんだけ癖が出てるんですよ。ちょっと今見たらね、分かると思うんですけど、メンズの場合はやっぱり髪が硬いんで、結構ですね、薬剤がこれ感じなんですよ。で、その薬剤の組み合わせですね。で、強いからといっていきなりチオっていう薬剤ありますよね。これ一般の方は分かんないかもしれないんですけど、まあ昔から昭和から使われてるチオグリコール酸っていう、まあ、強い薬剤があるんですけど、まあ、しっかり伸ばせるやつですね。僕はね、いきなりこれつけないんですね。なぜかっていうと、やっぱりこだわりがあって、いきなりその強い薬剤をつけてしまうと、やっぱりこのどうしても、これ僕のイメージの話ですよ、実際こうなるかっていうわけじゃないんですけど、円のこうね、髪の毛の円があったら、いきなり血をつけちゃうと、ここからちょっとぺったらこくなるようなイメージなんですよ、僕の中では。アイロン入れていくと、矯正で入れると、そうするとどうしてもこう根元からパキンと折れちゃうんですよね。メンズの縮毛矯正で薬剤ってすごく大切で、トリートメントとかよりもすごく大切なんですよね。アイロンの入れ方よりも薬剤が大切かもしれません。どう塗り方だったりとかね、そういうところがすごく大切です。やっぱり毛先の方をケアしながら塗っていったりとかですね、どういう皆さんが通ってる美容師さんがどういう薬剤を使って、どういうふうにやってるかっていうのがすごく肝心になってくると思うんですけど、まあ、ちょっと見てるお客さん、一般の方はちょっとね、内容ちょっと難しいかもしれないんですけど、どういう薬剤使ってるかで本当に作用されます。仕上がりがガラッと変わるんで、だいたい矯正かけてる方って1回入れたりとかしてると思うんですよ。なので、やっぱり今までの履歴の上にちょっとねつけちゃうと、僕はちょっと問題があるかなと思ってて、何もね、履歴が何もない状態にチオグリコール酸っていう強い薬剤をつけるのは問題ないと思うんですけど、まあ、それでも僕はつけないんですけどね。はい、なんでちょっとその軟化の仕方なんですよね。自然にこう根元の方からつなげてこういかないとダメなので、ただどうしてもやっぱり癖が残りやすかったりする場所に関しては、チオグリコール酸つける時もあるんですけど、そういうメンズのね、髪質に合わせて薬剤を選択していくということになります。本当にそこが一番の縮毛矯正の、面白さでもあったり難しさでもあったりっていうするとこだと思うんですね。はい、プラストリートメント、うちはまあこういうね、まあ、これだけではないですけど、これモモンガっていうトリートメントで、これ国産ハーブを使ってるトリートメントなんですけど、まあ、いろいろね、国産ハーブとか、あとはアルギニンとか尿素とかコラーゲンとかね、あとフマル酸とか酸系もちょっと使ってるトリートメントなんですけど、あとシステインとか、まあそういうの使ってるんですよね。で、そういうのを使って、栄養分入れてちょっとやっていくようなことを、まあ簡単に言うとやってます。はい、まあ、一番言いたいのはこうトリートメントなんかよりもまず薬剤なんですよ。もうここが肝心です。まあ、なかなかお客さんがね、こういう超グリコール酸使ってますかとかも言えませんから、なかなかね、難しいと思うんですけど、あと結構万能なのはスピエラっていう薬が結構万能でして、結構今ね、国内品薄になってる状態でして、今現在2021年から22年にかけてですね、品薄の状態です。うちはかなり確保してるんで大丈夫なんですけれども、今なかなか手に入らなくなってきてて、もう今多分新規なかなか買えないんですね。これ使うと綺麗に伸ばせるんですけど、まあ、なんせ薬が高いっていうのと手に入らないと。で、最近これの代わりに酸性チオとかね、酸チオって言われてるものが結構しょうがなく代わりで出てきてるような状況です。で、酸チオって何なのかっていうと、これも超グリコール酸なんですけど、この酸チオっていうのが実はサビ取りなんですよ。例えばビスが錆びたりとか、まあ、車のホイールとかね、ホイールの錆び取りに使うものなんですよ。はい、
で実際これ薬事法的に、産地よって、なかなか難しくてですね、これ若干グレーみたいな感じなんですけど、はい、この産地をつけて、まあ、前最初につけてですよ。でちょっとキャストしといて、そこにまた薬剤を乗せて少し作用させていくっていう方法が結構最近そのスピエラがないので、その代わりでちょっと出てきてる方法だったりとかします。ただ産地用って、結構強い産地用グリゴール酸の濃いやつなんですけど、これね本当あれなんですよ、錆取りなんですよ、車のホイールの錆取りです。はい、なんで僕も錆びたビスとかあったらそこに産地用バーって塗っといて、ビスの錆取ったりとかして、ビス回らなくなっちゃったりしたやつとか、まあそういう風な感じで使うもんなんですけど、まあね、それを紙につけると不思議ですよね、大丈夫なのかなみたいな感じですけど、僕は産地を使いません、ちなみに。はい、っていうようなやり方で今ちょっと変わってきたりとかして、まあ結構メンズ矯正って本当にね、髪の距離が短いですから、いかにこうね、根元を自然にやるなんて当たり前なんですよ。はい、ただすごい癖が強いぐわーっていう癖の場合って、根元を甘くやっちゃうと癖残っちゃうんで、そういう場合はまあちょっと例外として、根元は自然にやるのはまあもう一般的なんですよね。で要はもう一番毛先なんですよ、やっぱり毛先をいかに自然にするかっていうのが僕は一番重点を置いてて、毛先が本当に、前も動画でも言いましたけど、毛先をいかにうまくできる美容師さんがやっぱりうまいと思うんで、はい、根元はできて当たり前ですっていうようなね、感じなんですよね。でなんで毛先が大切かっていうと、なんでだと思いますかね。根元って、根元が伸びたところって新生毛って言って新しい毛じゃないですか。ここって結構適当に、適当ってわけじゃないですよ、ここは新しい毛なんで意外と綺麗にできるんですね。だけど毛先ってやっぱり何回か他店で矯正をかけてたりとか履歴がありますよね。どういう薬使ってたかにもよると思うんですけど、でそこの部分を読んでいきながら、よりその髪の毛に合わせたトリートメントだった薬剤を選択して、そこをきれいにしないわけですから、やっぱりその元々ある履歴がある上にやっていくというのは難しいんですね。なんでだから毛先が一番難しいんですよ。はい、なので、毛先を重点にしていけるような美容師さん、皆さん通ったらいいんではないかなというふうに思います。メンズの宿毛矯正で結構肝心なのが、カットをどこに入れるかなんですよね。はい、結構多いのは皆さんどうでしょうか。カットをどこに入れてますでしょうか。最初にカットして宿毛矯正しますかね、それとも宿毛矯正してからカットしますかね。ここは結構ね分かれるところなんですけど、僕は宿毛矯正のアイロンを入れた後にカットするんですけど、理由としては乳液をつける前にしっかりアイロン入れときたいっていうのが理由です。なので一液のパーマ液をつけてアイロン入れた後にカットして、はい、カットした後にもう一回アイロン入れます。カットした断面を、髪の毛をカットするとその断面矯正かけて、で全部終わってからカットする方も結構いらっしゃると思うんですよ。でも矯正をかけた髪の毛の毛先って検証から僕は分かってるんですけど、これ一回舐めさないダメなんですよ、熱で。でこの切り口って、矯正かけて全部終わってから切るとそこが断面がちょっと汚くなるんですね。だからちょっと馴染みが悪くなっちゃうんで、僕は、煮液をする前に絶対毛先に、カットした後にもう一回毛先だけアイロン入れて馴染ませます、舐めすっていうか、でその後に煮液つける、こういうのが結構ポイントなんで、まあ、そこまでね細かくこうやってる美容師さんをちょっと選んで、サロンを選びしてから行ったらいいかなと。なかなかそこ見極めが難しいですよね。うん、やっぱりインスタグラムとか SNS の発信って仕上がりだけしか載せないじゃないですか。中間プロセスとか載せてないと思うんで、あんまりなんで実際そこがどうかっていうのは見極め難しいと思うんですよね。宿毛矯正うまいか下手かっていうのが、これが本当に美容学校卒業したから宿毛矯正できるかっていうと全くできませんので、これはもう自分で勉強するかしないかの世界ですから、まあカットと一緒なんですけど、研究してる美容師さんのところを僕はお勧めしたいと思います。はい、
今回の内容というのは皆さん通ってる美容師さん全く関係ないので、皆さん通ってる美容師さんは全然勉強されてると思いますから安心して通ってください。今回の内容は信じるか信じないかはあなた次第です。皆さんが見れてる動画と同じ量ぐらい実は見えてない限定動画というのがございまして、期間限定とかでこうちょいちょい、公開したり、また限定に戻したりとかしようと思ってるんで、もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。はい、ご清聴ありがとうございました。